そうですね、元 WBA 世界ジュニアウェルター級チャンピオンのファン・マルチンコッチのプロフィールからご紹介しましょう。アルゼンチンサンタフェ出身の36歳です。82年にプロデビュー、87年に WBA 世界ジュニアウェルター級タイトルを獲得。その後93年にモーリス・イーストに8回 TKO 勝ちしタイトルを奪回。96年フランキー・ランドールとの再戦で4回負傷判定勝ちし3度目のタイトルを獲得。しかしランドールとの第3戦でそのタイトルを失っています。4度目の王座復帰を狙っています。戦績は78戦72勝4敗2引き分け、72勝のうち43の KO 勝ちがあります。強打のサウスポーとして注目される選手です。はい、ファン・マルチンコッチ、何か久しぶりのような感じしますね。そうですね、日本でですね、その坂本選手と戦いました。そして吉野選手と戦いました、はい、まあイタリアですけれど平中選手とも戦いました ね、 やってますよね。だから日本にも馴染みのあるその名選手ですよね。さあ浜さん、はい、浜さんも強打のサウスポー、こっちもそうです、久しぶりに感じるんじゃないですか。そうですね、あのこっちのですね、ロングの左アッパー、これ一発見てみたいなもんですね、一発当たればあのカードできると思います。そうですか。小泉さんはですね、このアウマダという、まあ、地元のアルゼンチンの選手なんですけれども、はい、どういったところを期待しますか、この試合には。まあこの試合ではですね、やはりそのコジの方が格上ですからね、はい、まあ、あのコジのカンバク路線 の、 その相手をする中堅選手ですから、まあ、何ラウンド持つかですね。ある意味でですね、コジは、はい、あのプロフィールのところでもありましたけれども、4度目の返り咲きを狙っているということですから、はい、これでちょっと測れそうですよね、その辺がね。そうですね、まあ、アルゼンチン、まあ、国内選手同士の対決ですからね、はい、だからまあコジの復調ぶりを見たいですね。そうですね、はいはい、どうなるでしょうか。はい、こっちのパンチはムチと呼ばれるそうですからね、どんなパンチなんでしょうか。2月21日アルゼンチンの有名なリゾート地、マルデルプラータで行われました試合です。どうぞご覧ください。多くのお客さんが入りました。ジュニアウェルター級の8回戦ノンタイトル戦であります。地元のサンチャゴアルフォンソアウマダが登場しています。まあ今日のタイトルはノンタイトル戦でありますが、しかしコッチにとりましては非常に大事な一戦とも言えます。今そのファン・マルチンコッチが登場してまいりました。もう36歳になりました。 WBC 世界ジュニアウェルター級、現在でこそランキングは20位なんですが、元 WBA の世界ジュニアウェルター級チャンピオン、しかも3度王座についたこの名選手であります、ファン・マルチンコッチ、これがなんと79戦目です。まあ、小泉さん、アルゼンチンの選手はですね、本当にこう試合をどん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 消化して何かコンディションを整えてますからね。息が長いですね。今両選手の身長体重が表されています。まあ、およそ同じです。こっちがこの5フィート6インチですと168センチですが、まあ、もうちょっとありそうですよね実際。まあ、坂本選手と戦った時にですね、大体172、3あったと思うんですよね。坂本選手が170センチ、それよりちょっと大きかったですよね。ですよね、はい、はい、ファン・マルチンコッチ対サンチャゴアルフォンソ・アウマダ、この2人が対戦します。こっちがコッチですね、はい、のっけからリードブロー出ました。さあ、まもなく試合が始まります。浜さん、改めて試合の中のワンポイント、どこに一番注目されますか。まずコッチが調子いいというと、はい、ロングの左アッパーですね。先ほどおっしゃいましたね、あのムチのような、っていうんですか、あれを普通左ストレート長い距離で打つパンチの距離から左アッパーが飛んできますから、それが出ればまず調子いいと見ていいでしょうね。はい、さあタイトルマッチのアンダーカードではありますが、ビッグネームが登場しています。ファン・マルチンコッチ、かつてのチャンピオンがサンチャゴ・アルフォンソ・アウマダと対戦します。このブルーのサイドライン、それからベルトラインが入っていますのがコッチです。そしてグリーンの後ろアルファベットが入っていますけれども、こちらがアウマダ、静かな立ち上がりを見せています。長いリーチ、右を伸ばしていきます。コッチ、まあ、コッチはですね、96年8月ランドールとの第3戦でですね、 WBA タイトルを失ってからですね、まあこれがカムバック3戦目なんですけれど、はい、まあ去年ですね、1試合しかしてないんですね。これがまあ、あの今年の、まあ、カムバック後第3戦目、今年の初めての試合ですね、はい、その去年1試合やったのが9月の6日でした。以来5ヶ月半ぶりの試合です。ファン・マルチン・コッチ、サウスポー、
あ、得意の左アッパー出ましたね、浜田さん言われてた無知のようなラティゴというんですけどもね、まさにそれにふさわしいようなパンチを繰り出していきます。左を出していきます。あの左アッパーは左を出した、うん、一パンチが入ります。さあ風車のようにして回転させ、ああもう早くもタオルです。早くもタオルです。いやカウントしますけどもタオル入ってますよね。うん、入ってますね、入ってます、タオル入ってます。一応カウントアウトしました。いやもうあっという間に試合が終わってしまいました。アウマダは全く何もできなかったような感じです。まあ、これだけの力の差があると、はい、いうことじゃないでしょうか ね。いやこれは何と言いましょう、お客さんももっと見たかったでしょうね。浜田さん、私はまあ左アッパー一発で決めるところっていう風に見て、まあ、一発で出て、あなかなかこれは調子かなと思った矢先でしたからね。まあ、本当であれば調子の出来具合見るんだったらもう少し良かったですね。素晴らしいラッシュ立ち上がりから見せまして、ファン・マルチンコッチ、サンチャゴ・アルフォンソ・アウマドを一周しています。まさに嵐のようなパンチの雨あられでした。ファン・マルチンコッチ勝利です。それでは試合の結果を確認しておきましょう。ファン・マルチンコッチ1ラウンド1分31秒 KO 勝ちを収めました。これでコッチの戦績なんですが、79戦73勝4敗2引き分けと勝ちを伸ばしたことになりました。元 WBA のチャンピオンの実力を見せつけました。早かったですね。あっという間でしたね。なんかこう本当に何という表現したのか分かんないですけど、もっと餅のようなパンチが見られると思ったんですが、まあ、見られたのは何て言いましょう、雨嵐パンチのもう暴風だったんですけどね。浜田さんどうでした。まあ、力にもう段違いに下がったんで、まあ、仕方ないかなというふうに思いますね。そうですね、まあ、あまりコメントすることないかと思います。小泉さん的にはどういう視点でご覧いただきました。まあ、この負けた方のアウマダなんですけどね、まあオルズベク・ナザロフ選手がそのタイトル取ったそのディンガントベラ、これに2ラウンドで KO 負けしてますね、はい。まあ、キャリアあるんですけど、やはりちょっともう力に差があったような気がしますね。まあ、皆さんが知りたいのはですね、今後のコッチの復活どのようにされていくのかというところだと思うんですけど、どう思います。まあ、もう36歳なんですけれど、まあ、コッチは戦い続けるんだったらもう一度チャンスあるかも分かりませんね。まあ、アルゼンチンではまだその人気のある選手ですし、そのまあ昔のですねスピード感というのはないんですけど、ただその浜田さん言われたあの左アッパーのですね伸びるようなその無知と言われる左アッパー、あれだけは健在なんですよね。はい、今後も注目してみたいと思います。